こんにちは。私たちは江戸城天守を再建する会で、皇居東御苑に天守を再建する活動をいたしております。その活動を活発にすることを目指して各地のお城を紹介しております。本日は山梨県甲府城にて ご案内つかまつり隊の飯島会長並びに風間元会長様にご案内をお願いいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。飯島です。風間です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。甲府城は天正10年1590年から1600年10年をかけて作られました。秀吉の時代、奉行の朝の長政を中心に、作り上げたものです。特に甲府城の見どころは、後ろを見ていただくと立派な石垣が見えます。ここは特に第4段の石垣でございます。築城したのはですね、1590年後かと思いますけど、1600年にで完成したと言われております。加藤光康さんが最初に関わったんじゃないかと言われてるんですね。ところが加藤さんがですね、朝鮮征伐というのがありまして、秀吉さんの朝鮮に行きます。それで朝鮮で亡くなっちゃうんですね。それで急遽ですね、浅野長政、雪長親子に豊臣秀吉さんがですね、託しまして、完成されると言われております。特にですね、徳川さんをですね、江戸に封じ込めるために、大きなお城が欲しいという要望に応えまして、このお城がですね、一条小山って、海抜はですね、今現在の海抜は302メートル、天守台がですね、ですけど、おそらく310メートルとか20メートルの小高いお山だったんですね。そのお山の木を切りましてね、それでその中にある岩石ですね、このお山が幸いですね、花崗岩の安山岩の、ふんだんにあるお山だったもんですから、それを利用しまして、こんな立派なですね、このお城にはですね、17メートル、高さ17メートルの石垣もございますし、それから、長さがですね、100メートルという長石垣もあります。ともかくその、徳川さんを江戸に封じ込めるんだっていうですね、生きがいを感じて作った城じゃないかと言われております。ところが10年かけて作った1600年に関ヶ原の戦いがあります。ここの朝の長政は東軍につきまして、結果的にはこのお城が徳川のものになります。秀吉から徳川に変わる。また重要拠点ですので、徳川家の直轄領ですね。ずっと徳川の直轄領で続きまして、明治まで続いております。まあ、特に有名なのは第6代将軍の家信がここから出ておりますし、柳沢義安の親子もここの藩主に一時はなっておりますが、大変重要な場所ですので、直轄領で最後まで続きました。甲府城の場所はどの辺にあるんでしょうか。そうですね、甲府城の場所はですね、甲府城を作った時にはですね、この北の方ですね、武田のお城がありまして、その武田のお城からですね、武田の民家がございまして、町並みがありますね。それでそのお城ができたんですけども、お城が、完成して明治になりまして、廃城命令って出るんですね。廃城命令が出ますと、このお城にあった あちらに黒金門とかですね、それから稲荷櫓とか残っていたんですけども、明治政府 の要請で伽藍をですね、全て取り壊しちゃったんですね。しばらくの間はですね、まあ、石垣だけの城、それからだんだん人がね往来するに従って、お堀もですね、だんだんその埋めて人が歩くような
人が便利にするようになりまして、明治36年ですね、甲府駅をですね、石垣を崩して、そして線路をですね、甲府のお城の中に敷きました。それで現在甲府のお城がですね、当時のお城の中にございます。ですから甲府駅を降りますとですね、歩いて5分足らずで甲府のお城の中に来れる、そういう、まあ、お城でございます。わかりました、ありがとうございました。こちらは石垣を、高い石垣ですが、ご説明いただけますでしょうか。これがですね、甲府城のメインでございます。これ高さ17メートルあります。当時ですね、この下ですね、お堀です。お堀ですから、柱からもっと遠くから見るんですけども、もっと高く感じると思います。で、こちらがですね、このこれ東に向いてますんで、この向こうが江戸です。江戸に向かって徳川さんをですね、江戸から海に来れないから、海に来れないんだ。大きな高い石垣をですね、豊臣秀吉さんがですね、力を込めて積んだと思います。城内の石切り跡ですね。そうですね。こちらに岩石がなんかうず高くありますけども、このお城の中にはですね、こういう箇所が何箇所かありまして、ここで足りる分は愛宕山から持ってきてるんですけども、ここにね、矢穴って言いまして、石を割るね、のみの跡がね、数箇所あります。非常にね、岩石はですね、比較的割りやすい岩石なんですよ。強い石ですけどね、まあ、そんな形で、このお城はですね、地産地消で、非常にね、江戸城なんかはね、石が足りないから伊豆から運んできたっていうことも言われてますけど、ここは地産地消の、本当に楽に岩石が積めたというラッキーなお城でございます。本当ですね。岩石を割ってですね、ある箇所がもう数十箇所、数百箇所あります。その一つなんですけども、こちらの矢穴ですね、この12センチの幅で、おそらく3センチくらいの矢尻をですね、こういう向きにして打ち込むんですね。ここ1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所、6箇所ありますけども、打ち込んで、でこれパカンと、その片割れがどっかにあると思うんですけども、後でまた説明しますけども、この書にはですね、これの兄弟がですね、この兄弟じゃないですよ、別のお城の兄弟が どっかにあります。またそこでは後でご説明したいと思います。このですね、お城のですね、メインはですね、石垣でございます。そのうちですね、石垣で、この小山で取れた岩石をこの場所で処理しましたんで、同じ石がですね、半分に割ったのがね、各所に使ってございます。この上から1、2、3、4、5番目あたりの石ですね、下にですね、矢穴が1、2、3、4、1、2、3ってあるんですけど、あれをですね、このようにするとですね、同じ石を割ったという証拠が残ってるんで、こういう石がですね、このお城には何箇所もあります。楽しいよお城でございます。はい、こちらはお城の東側です。先ほどですね、17メートルの石垣がございましたけども、おそらくですね、17メートルの石垣を積んだあたりですね、石が豊富に必要です。それですね、あそこの正面に愛宕山っていうお山があるんですけども、あれの3分の1ぐらい右側ですね、今現在はブドウ畑になっております。あそこの石をですね、あそこにも石が豊富にありましたんで、当時はあの下には人家ありませんでしたので、おそらくですね、あそこの石をですね、鉄の棒でですね、払いのけて、下へ落として、そして引き上げたと思います。現在の、技術ですよね、クレーンで持ち上げて持ってくるんですけど、当時はそんな技術ありませんので、人力でございますので、
市を、その他にも愛宕町というところにですね、石切り場がありましたり、この城内にも石を切った、ね、形跡がいっぱいございます。いずれにしても近いところから取ってきたということですね。そうですね、人力で運べる、ね、範囲でですね、この城ができました。火が崩れてはいけないんで、向こう平らなんですね、平らなところに染み込んで崩れちゃいけないんで、ここから水を下に抜いてます。これ暗渠って言いまして、下水ですね。ですが土木工事、石を積むと同時に、石が崩れちゃいけない、そういう工事もですね、今から430年とか40年前にしてましたですね。なるほど、ありがとうございました。このお城は岩山であります。そのため特に冬水がたまりますと石垣の中に入って凍ります。石垣を崩してしまいます。そのためにいかに水をスムーズに流すかということで、ここは本丸なんですが、広い本丸をちょっと傾斜をかけてここに水が流れ込むように作ってあります。暗渠、甲府城の一つの特徴でございます。皆さん後ろをご覧ください。黒く穴が開いております。用語では暗渠と言いますが、水を抜くところでございます。このお城は安山岩の山でできてますので、水が染み込みません。いかに水をスムーズに流すかということで苦心をしておりますが、その方法がこの暗渠でございます。甲府城は石垣のが大変特徴があります。石垣は初期、中期、後期とだいたいこれに分かれます。今私の後ろで、映ってます石垣は中期、打ち込み萩と言われています。特徴は石、大きな石と爪石です。ただし爪石が少ないというのが特徴でございまして、初期、中期、後期の中期の代表的な石垣でございます。甲府城の特徴は石垣です。石垣には初期、中期、後期の3種類があります。こちらの方、後ろに見えるのは後期、切り込み萩というふうに言われております。爪石はゼロです。石と石がしっかりとつながっております。ぴったりと。これは平和の時代に作られた石垣というのにご理解です。こちらの石垣とこの下の石を、岩をご覧ください。この甲府城が岩山だったという証拠がこの下でございます。また初期、中期、後期の石垣がありますが、この石垣は初期、戦争中に急いで作った石垣、初期の野面積みの代表でございます。これは三義積みという積み方です。日本のお城はこうカーブしてる。ヨーロッパや中国のお城はまっすぐに建てています。この斜めに右に左に右に左に右に左にという交互に合わせながらカーブをつけている。これは地震対策です。日本のは大変地震が多いのでまっすぐ垂直に作ってまっすぐに倒れてしまいます。美的感覚というのではなくて、地震に強いお城を作るための日本のお城の大変な特徴ある積み方、三義積み。こちらはお城の北東に位置する稲荷櫓とお聞きしておりますが、はい、明治6年廃城令が出まして、この稲荷櫓も壊されました。平成16年今から18年前ぐらいになると思いますけども再建をしました。全く昔の
作り方、従来の昔の作り方で再建をしております。中もご紹介します。はい、こちらが稲荷櫓の内部です。1590年から1600年の間にできたんですが、先ほど申しましたように明治政府の廃城令で壊されました。従来の今古来の工法で全部再建しました。ヒノキ、マスノキというふうなことで、釘を一本も使っておりません。従来の昔の工法で再建をいたしました。これが黒金門って言います。この黒金門はですね、今から8年前にこの図面をもとに鉄門って書きまして黒金門って言うんですけども、再建されました。最初はですね、県産材を使ってするつもりでおりましたけども、ちょっと県産材が使えない、こともありまして、他県の、木も使っていますけども、ヒノキを使って、黒金門をつけました。今人が歩いてきましたけど、あそこの上にですね、石落としがあったりですね、上から矢穴があって攻めるところもありましたりする、これ本丸に入るですね、重要なもんでした。すみません、会長、これは何なんでしょうか。よく聞いていただきました。江戸時代は馬の水飲み場というふうに言われてますが、ご覧ください、たくさんの金魚がいます。金魚、実は甲府城の藩主でになりました柳沢義康の子供さん義里がここの藩主に来ております。その義里が甲府で大変金魚が盛んだったこともありまして、この金魚、甲府の金魚を大和郡山、そこに移った時に甲府の金魚を持っています。今の甲府は金魚は有名じゃございませんけども、大和郡山の金魚というと日本一です。その日本一の金魚はこの甲府から持っていったというふうなことをご理解いただきたいと思います。今回ご案内いただきました甲府城ご案内つかまつり隊の皆様方に、つかまつり隊様のご案内状況についてご説明していただきます。甲府城ご案内つかまつり隊です。月曜を除いて火曜から日曜日ガイドをしております。申し込みは山梨県、観光推進機構でございます。そちらの方にご連絡いただければ、一人から団体までご案内申し上げます。ぜひおいでください。ぜひおいでください。費用についてはいかがなんですか。あ、我々は無料でございます。ボランティアで無料でございますので、ご安心ください。ありがとうございました。おいでください。これは松です。別の所では栗もあります。この水がずっと流れてるわけですから、この石垣の下にこれが全部敷いてあるんです。松丸か、内堀で水がいつも流れてるから、砂が流されたって動いちゃう。動いちゃう、下が動いちゃう。そうすると大変なことだから、見えないですけど、この道具がこの下に全部ねえねえ、はいはいはい、そうですね。これは滅多に見られないと思いますんで、お堀の石垣の下にはこうなんだよっていう、そういうことは、何百年かかってる、これは1580何年の、そうですね。